ドラゴンボール、ベジータを失意のどん底に叩きつけ絶望させたキャラクター10選。1984年に連載されてから現在も幅広い年代に愛されている名作ドラゴンボール。楽しみ方は人それぞれだと思いますが、一部界隈では主人公悟空のライバルベジータの高いプライドがへし折られるシーンを面白おかしく見ている方もいるようです。そこで今回はベジータを失意のどん底に叩きつけ絶望させたキャラクターをランキング形式で紹介していきます。10位から1位まで紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。10位、ザーボン。ザーボンは悪の帝王フリーザの側近として常に傍らにいる美形宇宙人です。ベジータは当初側近のザーボン、ドドリアにすら勝てないほどの弱さだったのですが、地球で悟空たちと戦った後に戦闘力が増し、側近2人にも勝てるほどのパワーをゲットしていました。サイヤ人は瀕死の状態から蘇ると戦闘力が増すようです。それだけ聞くとチートに思いますが、どうやら人によって戦闘力の限界があるという設定もあるとか。戦闘力が増し、あっという間にドドリアを撃破。調子に乗ってザーボンも始末しようとするベジータですが、なんとザーボン、美形の状態からカエルのような顔をした大男に変身ができる変身型の宇宙人だったのです。変身後はパワーが増すらしく、圧倒されるベジータ、調子に乗って痛い目を見ます。思えばベジータがかませ犬キャラになった始まりと言えるかもしれません。しかしその後はまた瀕死の状態から復活し、仕返しと言わんばかりにザーボンを圧倒します。よかったねベジータ。9位、リクーム。リクームはフリーザ軍の中でもエリート中のエリート、ギニュー特戦隊のメンバーです。おそらくメンバーの中で2番目に強いとされる圧倒的なタフネスとパワー、凄まじい攻撃力でご飯やクリリンを圧倒します。また圧倒されるのはベジータも同じ。リクーム戦の前にはネット上でよくネタに利用されるこれからが本当の地獄だというセリフも出します。このセリフからもわかるように、かなりギニュー特戦隊を恐れているようです。そんな状態でよく打倒フリーザとか言ってましたね。ドラゴンボールの願いで不老不死になればフリーザに勝てるという算段をしていましたが、ちょっと計算甘すぎじゃないでしょうか。最初は優しいリクームがベジータの攻撃を全て受け止めます。なんという男気、不良漫画だったらみんなが涙するシーンです。全力で攻撃を加え続け、息も絶え絶えになったベジータ。しかし土煙から出てきたリクームはほとんどダメージがありませんでした。そこからのベジータはやられ放題、これからが本当の地獄だを自ら体現してくれます。リクームの圧倒的な強さながら楽しそうにしている姿が猟奇的で、また絶望感を誘ってくるんですよね。もうダメだというところで悟空が助けに来てくれて、ベジータは一命を取り留めます。しかし悟空がリクームを瀕死の状態にした後、なんとベジータは彼にとどめを刺すのです。悟空のことを甘ったれと言った上で、いや、ベジータがとどめを刺すならわかるけどさ、悟空が倒したんだからさ、とならなくもないです。まあできるだけ敵は減らしておきたいというベジータの気持ちもわかります。何にしてもリクームの圧倒的な強さはベジータに絶望感を与えるに十分だったと言えるでしょう。8位、クリリン。まさかベジータが嘘だろ、クリリンにまで絶望させられてたのかと思う人もいるかもしれません。クリリンとは地球人で、悟空の小さい頃からの親友です。強さのインフレが激しいドラゴンボールの世界では地球人の強さなどたかが知れているのですが、クリリンがベジータを絶望させたのはまだ初期の段階、ベジータが初めて地球に来た時です。最初の頃は余裕ぶってニヤニヤしてたベジータなのですが、悟空がやってきた途端に状況は一変、こんなはずではとプライドの高さをあらわにします。その後生き残った地球人たちと激しい死闘を繰り広げますが、最後の最後
もう戦えないとなった状況で、ベジータが取った行動は逃亡でした。プライドの高いベジータさんが逃亡、しかも見下していた地球人相手に。これはあまりにも情けない、情けなさすぎますベジータさん。これまで多くの仲間の命を奪ったベジータをやすやす見逃すわけがなく、案の定クリリンが追いかけます。日本刀を持って、ビビるベジータ。死闘の後でろくに体力も残っておらず、クリリンの人たちを避けれそうにありません。これでおしまいかというタイミングで、悟空が待ってくれとクリリンを止めます。すげえ強かったけど、戦って楽しかったからここで命を奪うのはもったいないとクリリンを説得する悟空。クリリンも仕方なく引き下がり、ベジータは無事一命を取り留めました。ベジータ、悟空に生かされてますね。これはもうプライドもボロボロになってるんじゃと思いきや、去り際後悔するなよと捨て台詞を吐いて逃げていきました。プライドよりも我が身を優先したようです。まあ刀向けられて怖かったんですよね。一刻も早く逃げたかったんでしょうね。というわけで、クリリンにすら恐怖した過去があるベジータでした。7位、孫悟空。主人公孫悟空もベジータを絶望させてきたキャラといえます。思えばベジータが強さを求め出すのは悟空がきっかけなところもあります。落ちこぼれのサイヤ人だと思っていたら、エリートの自分よりも強くなっていたわけですから、そりゃ絶望もします。小学校の頃90点以上が当然だった自分が、中学に上がってからバカにしてた奴らに成績を抜かれる感覚に近いと思います。地球で初めて悟空と戦った時にまず絶望、その後自分をボコボコにした陸運も悟空が圧倒し、その姿を見てまた絶望、その後も数々の絶望を感じて、いつまでも悟空の背中を追いかけるベジータ。いつしか悟空のことを認め始め、最終的にはお前がナンバーワンだと、自分は悟空よりも下であることを公言しました。もはや彼の中にプライドはなく、悟空こそ最強だと結論付けています。なぜかドラゴンボールスーパーになってからまた悟空を超えようとしていますが、あの発言は何だったのでしょうか。ベジータは心変わりが早いようです。6位、魔人ブー。魔人ブーは鳥山明版ドラゴンボール最終章で描かれる敵キャラです。これまでのキャラクターをはるかに超える戦闘力を持っているようで、しかもどうやら不死身というチート設定、しかも頭の先の尻尾のような部分からは不思議なビームが出せて、ビームを受けた相手はお菓子にされたり粘土にされたりと自由自在に変化させられます。ベジータはこの時、悟空との直接対決でどちらが強いかはっきりさせようと躍起になっていました。しかし突然の魔人ブー登場、しかも登場させたのは自分にも原因があると感じ、魔人ブーを倒すことを決意します。しかしこれまでのベジータは数々のかませ行為を繰り返してきました。おそらく当時の読者もベジータではという不安があったのではないでしょうか。案の定ベジータがどんなに頑張っても魔人ブーには勝てず、ボコボコにされてしまいます。限界まで鍛えたであろう肉体でもボコボコにされる始末、もはや打つ手のないベジータかと思いきや、なんとベジータはある作戦を思いついていました。不死身の魔人ブーでもコッパみじんにすれば再生できなくなるだろう、そう言い出し、自身の半径数十メートルを消し飛ばす大爆発を起こします。自分の命を犠牲にして、ベジータに命を張らせるまでの絶望感を与えた魔人ブー、その強さがうかがえます。しかし人の命を軽んじ、プライドの高さしかなかったベジータが、自分が魔人ブーを復活させたから自分が蹴りをつけると買って出る姿は、彼の人としての成長を感じさせます。本人も地球に来て甘くなったと自覚をしているようで、戦闘狂だった彼が優しさを持つきっかけだったのかもしれない最終章です。ベジータ視点で見ると魔人ブー編はまた違う面白さを感じさせてくれます。5位、
邪念馬。邪念馬とは劇場版ドラゴンボール復活のフュージョン悟空とベジータで登場する敵キャラです。地獄で管理されている悪人たちの悪の気の塊が地獄で働くとある鬼に憑依した結果生まれたのが邪念馬です。邪念馬は最初魔人ブーのような可愛らしい見た目をしており、声も邪念馬と自己紹介のような鳴き声をしています。しかし実力はそれなりにあり、悟空も手を焼くほど。やっとの思いで倒したかと思うと、なんと邪念馬がどんどん小さくなり、人型でさらに凶悪な見た目に。どうやら第二形態があるようです。今度は剣を持って振り回してきたり、瞬間移動を多用してきたり、純粋なパワーも上がっている様子。悟空一人では手を焼いているところにベジータが登場します。ボロボロの悟空を尻目に、俺に任せておけと言わんばかりに突っ込むベジータ。ダメだベジータ、君がそんな感じで突っ込んでまともに勝った試しがない。案の定邪念馬にボコボコにされるベジータ。そしてボコボコにされただけでなく、あの世でも俺はカカロットに劣っているのかと涙を流します。この話は魔人ブー編の後なので、悟空よりも下であることは自身で認めているはずなのですが、やっぱり彼の心変わりの速さは宇宙一です。そんな情けない姿を悟空の前で見せましたが、最後には悟空とフュージョンを行いゴジータへと変身。最強のライバルが合体し、その力は宇宙一と言えるレベル。見事邪念馬を倒すのでした。4位、人造人間18号。人造人間18号はフリーザを倒し地球に戻ってから遭遇する敵キャラです。かつて悟空が滅ぼした悪の組織レッドリボン団の残党が打倒悟空のために発明した人造人間であり、その強さはフリーザを超えるレベル。フリーザの強さは宇宙一だったはずですが、まさか地球の科学力で宇宙一を超えるものが作れてしまうとは。すでにドラゴンボールのインフレは始まっていたのでしょう。ところがこの時のベジータはなんとスーパーサイヤ人になれるようになっていたのです。悟空に先にスーパーサイヤ人になられてしまい絶望していましたが、自分も慣れたことでウッキウキのベジータ。同じスーパーサイヤ人ならエリートである俺の方が強いに決まっていると豪語してしまいます。いけません、そんなフラグを自ら立ててしまっては。案の定ベジータは18号にボコボコにされて、さらには腕も折られてしまう始末。舐めていた相手にボコボコにされる。一体ベジータは何度この経験をすれば学ぶのでしょうか。プライドの高さが学習の妨げになっているのであれば、さっさとそんなプライドは捨ててしまった方がいいと思います。3位、セル。セルは人造人間編のラスボス的存在。数々の強戦士の DNA を混ぜて作られた人造人間です。初期のセルはまだ弱く、人造人間17号と18号を吸収しなければそこまで強い存在ではありませんでした。17号は吸収したものの、18号を吸収する前に強くなったベジータに見つかってしまい、ボコボコにされるセル。完全体になりさえすればと18号を吸収できないことを嘆き始めるセル。そこでベジータがいつもの悪い癖が出ます。完全体になれば俺より強いんだな。あーいけないベジータ、君がそんなことを言ってろくなことになった試しがない。これ見よがしにベジータを挑発するセル。完全体の私と戦ってみたくないか。そんなことを言ってしまってはベジータがワクワクしてしまいます。案の定ベジータはその挑発に乗りセルを逃がしてしまいます。無事逃げられたセルは近くにいた18号を発見、吸収してしまいます。そして見事完全体になるのですが、ベジータあれだけ戦いたいと言っていたくせに圧倒的な力の差が生まれてしまったことに絶望してしまいます。いくらなんでもフラグ回収が早すぎる。そんな回収の速さでは読者もツッコミが間に合いません。ちなみにこのセルの完全体になりさえすればは
アニメ版ではめちゃくちゃ引き伸ばしをされたという逸話があり、たびたびネット上では話題に上がります。気になる方はベジータのフラグ回収の速さと一緒にアニメをチェック。2位フリーザ。ドラゴンボールといえばこの人でしょうとまで言われるほど有名な悪役キャラフリーザ。当時いまいち分かりづらかった戦闘力というシステムの中、純粋にあ、こいつ強いんだなと思わせた伝説のキャラでもあります。ベジータたちが地球で2万3万とか言って戦ってた間、フリーザは私の戦闘力は53万ですと強すぎる力を説明してくれます。自分の10倍以上の強さのやつ倒そうとしてたの、ベジータ。いくら不老不死になろうとしてたとはいえ、それは無理なんじゃ。いえ、サイヤ人は瀕死の状態から蘇ると戦闘力が大きく上昇する性質を持つ。何度も蘇ればいつかはと思ったのですが、なんとフリーザは変身型の宇宙人でした。変身するたびに戦闘力が大きく上昇し、しかもそんな変身を3回できるというのです。ベジータ、これは無理だ。相手にしてはいけないタイプの人っていますよね。フリーザがまさにそのタイプです。それでも何度も瀕死の状態になり復活し、力を上昇させてきたベジータ、これで俺もスーパーサイヤ人になったぞと意気揚々と最終形態のフリーザに挑みますが、フリーザのちょっと本気を出したスピードに全くついていけず、それどころかフルパワーで放ったエネルギー弾をただの蹴りで跳ね返されてしまう始末。圧倒的な力の差を見せつけられて絶望するベジータ。この時ベジータは初めて涙を流します。戦う意志すらなくなってしまい、ボコボコにされてしまうベジータ。ここまで来ると哀れに見えてきてしまいます。最後には泣きながら悟空に敵討ちを頼む始末。最後までお前ってやつは。1位ブロリー。ブロリーは劇場版ドラゴンボール燃え尽きろ熱戦烈戦超激戦で初登場したサイヤ人です。キャラ人気が高く他の劇場版作品でも登場し、最近では2018年の映画ドラゴンボールスーパーブロリーにも登場したほどです。初登場時は気弱で戦闘には不向きなような見た目をしていますが、覚醒すると目が白目になり、筋肉は8切れんばかりに増強し、性格も凶暴になるという表現ぶり。設定としては1000年に一度現れる破壊と殺戮を好む最強の戦士ということになっています。悟空やベジータがなるスーパーサイヤ人とは根本的に違うようですね。その強さは悟空ですら一人では勝てないほど。そしてベジータはブロリーが伝説のスーパーサイヤ人であることを知ると、勝てるわけがないと絶望してしまいます。いや、お前とりあえず戦えよ。セルの完全体が見たいとか言ってたお前はどこに行ったんだよ。サイヤ人の王子だけあって、伝説のスーパーサイヤ人の話は散々聞いてきて、その強さを知っているがゆえの反応なのでしょうか。一応途中から立ち直って戦いに参加してくれますが、戦闘前から絶望していたのは後にも先にもブロリーだけでしょう。燃え尽きろ熱戦烈戦超激戦は映画としても普通に面白いので、ベジータの絶望感を見るついでに映画も楽しんでみてください。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。またこんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントもいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。